こんにちは、マーチ電機です。今回ですが、今年の冬は去年のように電気代が高くなるのか解説していきます。で、2022年の12月、2023年の1月は電気代がむちゃくちゃ高かったので、まあ、今年も同様に高くなるんじゃないかって心配している方も多いのではないでしょうか。で、そういった方向けに今年はね、どれくらい電気代が高くなりそうかっていうのと、また電気代がね、なぜ高くなるのか、で、高くなる原因である燃料費調整単価というものが、まあ、現状ね、どのくらいの単価で推移してるかっていうのを詳しく解説していきます。この動画を見ていただければ、電気料金の値上がりに関する情報は一通りね、網羅できるかと思いますので、今年の冬は電気代が高くなるんかなと不安を感じておられる方は、ぜひね、最後まで見ていってください。では解説の方に移っていきます。はい、ではですね、今年の冬はどれくらい電気代が高くなるか考察していきます。で、まずはじめにですね、電気代が急に高くなる原因っていうのを知っておいていただきたいんですけど、まあ、ご存知の方もね、おられるとは思いますが、電気代が急に高くなるのは燃料費調整額、もしくは市場連動費調整額、電源費調整額っていうものが値上がりするからになります。で、電気料金の構成っていうのは大きくこの2つに分けることができて、まあ、パターン1が基本料金プラス電力量料金に燃料費調整額が足されて、最後再エネ賦課金が足されるというもので、もう一つが基本料金に電力量料金で、そこに市場連動費調整額や電源費調整額が足されて、最後に再エネ賦課金が足されるというもの、まあ、他にも少し変わったものもあるんですけど、大きく分けるとこの2パターンになります。で、この電気代の構成の燃料費調整額、もしくは市場連動費調整額、電源費調整額が値上がりするから電気代っていうのは高くなります。まあ、ですので、燃料費調整額や市場連動電源費調整額っていうものがどれくらい値上がるのかっていうのを知っておけば、電気代がどれくらい高くなるかっていうのが分かってくるかと思います。燃料費調整額の方は過去の燃料費の平均から算出します。で、算出方法っていうのがだいたい3ヶ月前の3ヶ月平均が基本となります。なので、今12月の燃料費であれば3ヶ月前、9月ですね、まあ、そこから3ヶ月平均なんで、7、8、9月の3ヶ月平均から12月の燃料費調整額っていうのが計算されます。なので、少し遅れて電気料金に反映されるっていうのが燃料費調整額の特徴でもあります。で、市場連動費調整額や電源費調整額っていうのは電力市場の取引価格から算出されます。で、これの算出方法っていうのは電力会社によってね、異なるんですけど、一月前の取引価格であったり、当月の取引価格をもとに算出されることが多いので、燃料費調整額と比べてすぐにね、電気料金の方に影響してきます。まあ、これが市場連動費調整額や電源費調整額の特徴になります。で、これらが燃料費の高騰等を受けて急に値上がりするので、電気料金の方も高くなる感じです。では次にですね、燃料費調整額と燃料費調整単価の推移について解説していきます。で、燃料費調整額は2023年に大手電力会社が行った料金の見直しに合わせて、燃料費調整額を計算する計算式の方が見直しされてます。で、そのため2023年に料金を見直ししている電力会社と見直ししていない電力会社で燃料費調整額が少し変わります。で、2023年に料金を見直している電力会社っていうのが北海道電力をはじめとするこの7社の電力会社になります。で、これらはですね、見直し後規制料金も自由料金も燃料費調整額は変わらない感じになっております。で、規制料金と自由料金の違いですが、規制料金と呼ばれているのはこういった名前の料金プランになります。で、これら以外の料金プランは全て自由料金と思ってもらったら OK です。新電力なんかも自由料金の括りになります。で、2023年に料金を見直していない電力会社っていうのは中部電力、関西電力、九州電力、この3社になります。で、これら3社は見直しを行っていないので、規制料金と自由料金で燃料費調整額の方が大きく変わります。で、こんな感じで燃料費調整額にも違いがね、ありますので、まず2023年に料金を見直している電力会社の方から去年と比べてどういう風に推移してるかっていうのを見ていきます。で、東京電力の方をね、代表で見ていきたいんですけど、まあ、こちらがね、東京電力の自由料金
ンの燃料費調整単価の推移になります。で燃料費調整単価×電気の使用量が燃料費調整額になる感じです。2023年の1月をピークに燃料費調整単価っていうのは下がっております。でこれなんで下がったかというと、ここでね国の支援の方が始まったんですよね。で国の支援が始まって大きく単価の方は値下がってます。でそこから燃料費の方もね少し下がっていって、で2023年6月に料金の見直しが行われて燃料費調整単価の方が大きくね下がります。でしばらくまた下がってたんですけど、ここでね国の支援が半額になりましたので単価の方が値上がっております。でまた徐々に下がっていってるっていうような状況ですね。ですので去年のね12月1月と比べると燃料費調整単価、燃料費調整額っていうのは大きく値下がりしてるような状態です。で次に東京電力の規制料金の方を見ていきたいんですけど、燃料費調整単価の推移はこんな感じになります。でずっとね、5.13 で推移してたんですけど、これずっとね同じ値になってるのは燃料費調整単価に上限が設けられてるからです。で2023年1月をピークに国の支援が始まって大きくね単価の方が値下がりします。でしばらく同じ単価でね推移してたんですけど、料金の見直し、燃料費調整単価の計算式の見直しが入って単価の方が下がります。でそこから燃料費も下がってマイナス 12.22 まで下がってたんですけど、国の支援が半額になったことで単価の方が値上がりしております。でそこからまたさらに燃料費がね下がってるので徐々に下がってるっていう感じですね。でこちらもね去年と比べると燃料費調整単価の方は大きく値下がっております。料金を見直している電力会社の燃料費調整単価の推移っていうのはこんな感じになります。で次に電気料金の見直しをしていない電力会社の方を見ていきたいんですけど、代表でね関西電力の燃料費調整単価の推移を見ていきます。で関西電力のね規制料金の方の単価の推移なんですけど、ずっとね上限に当たってたので 2.24 で単価の方が推移してます。2023年の2月に国の支援が始まったことで単価の方は大きく値下がります。でそのままねずっと同じ単価で推移してたんですけど、2023年9月に国の支援の方が半額になったので単価の方が値上がりしております。でそのまま同じ値で推移しているっていう感じですね。で次に自由料金の方ですが、こんな感じで推移しております。2023年の1月をピークに国の支援が始まって単価の方は大きく値下がりします。そのままずっと単価の方は値下がりしていたんですけど、2023年の9月を境に国の支援がね半額になりましたので単価の方が値上がっております。そのまままた単価の方は値下がり傾向にある感じです。電力料金を見直していない電力会社の方も去年度と比べて燃料費調整単価の方は大きくね値下がりしているのが分かっていただけたかと思います。で市場連動費調整額、電源費調整額なんですが、これらは JEPX と呼ばれる電力市場の取引価格から単価の方が算出されます。で市場のね取引価格の推移になるんですけど、こちらがですね2018年から2023年の市場の平均価格の推移になります。で2022年を見てもらったら分かる通り、過去5年でね一番高くなってるかと思います。東京電力の価格で言うと2022年の平均は 26.08 で、今年の平均はというと 23.45 と、約ね半値ぐらいになっております。ですので市場の取引価格をもとに算出している市場連動費調整額や電源費調整額っていうのも去年よりかは値下がりますので、今年は去年よりも電気代が安くなる傾向にあるっていうのがグラフから読み取れるかと思います。では実際に電気代がどれくらいになるか計算して出してみました。で燃料費調整単価も市場の取引価格も2022年と比較すると大きく安くなってますので、電気代も大きく値下がるように見えるんですが、実はねそこまで安くなってません。でまず燃料費調整額の方から見ていくんですけど、まず料金を見直してる電力会社の方ですね、料金の推移っていうのはこんな感じになります。で東京電力の自由料金で契約アンペア50アンペア電気を 400kWh 使用した場合の電気代をグラフにしております。で電気代に含まれる燃料費調整額や再エネ賦課金、国の補助なんかも含めた金額にしております。で2022年の12月から2024年の1月の金額を出してるんですけど、どういった経緯で金額が変動してるかをざっくり説明していきます。で2023年の1月
がね、燃料費調整単価のピークやったかと思いますので、電気料金の方も一番高い金額になっております。で、2月から国の補助が始まったので金額の方がぐっと下がって、でそのまま燃料費も値下がり傾向にあり、金額の方はどんどん下がっていきます。で、2023年の5月に再エネ賦課金の更新があって、 3.45 円から 1.4 円に再エネ賦課金の単価が値下がりします。で、2023年の6月に大手電力会社の料金の見直しがあって、燃料費調整単価は大きく安くなってたかと思うんですけど、電力量料金の方は大幅に値上がりしたので、結果的に電気代の方は高くなります。で、そこから燃料費の値下がりもあって、また電気代の方は下がっていくんですけど、9月に国の補助のね、解約があってマイナス7円値引きからマイナス 3.5 円になったので、また電気代の方が値上がりしてます。で、そこから徐々に今燃料費が下がって、少しずつですが金額が下がってるような感じです。で、12月と1月は去年がね、高すぎるので、間違いなく今年の方が電気代は安くなります。ただ2月以降はですね、国の補助が去年よりも解約されてるのと、電力量料金が大幅に値上がってますので、3月ぐらいになると去年とね、同じか、もしかすると去年の方が安い金額になってくるかもしれません。料金が見直しされてる自由料金の方はこんな感じになります。で、次に規制料金の方もね、金額出してみたので、グラフに加えるとこんな感じになります。赤のグラフがね、規制料金になるんですけど、金額が変動している理由は自由料金と同じで、国の補助であったり再エネ賦課金の更新、あと料金の見直しとかですね、そういったものになります。で、規制料金の方はもともと上限で金額が抑えられてたこともあってか、去年の12月1月と実は金額差がほとんど変わらない感じになってます。少し安いぐらいですね。で、2月以降に関しては今年の方がね、高くなりますので、12月1月ほとんど変わらない、2月以降金額が値上がるっていう感じになります。なんか燃料費がね、落ち着いてきたりとか、国の補助があったりとかで電気代が安くなってそうな気がするんですけど、6月にね、がっつり電気代を値上げされてるので、その影響で金額は去年の冬とほとんど変わらないっていう状況になります。なんかね、うまいことしてやられてる感がありますよね。で、電気料金を見直ししてない3社、中部、関西、九州電力に関しては、12月1月はね、国の補助がなかったので去年よりは間違いなく安くなります。で、2月以降ね、国の補助が解約されてるので、その分少し高くなるかなっていう感じです。で、市場連動費調整額や電源費調整額を使ってる電力会社はどうなるかというと、これもね、先ほど言ってた自由料金とほとんど同じです。で、あえて電気代の方はね、計算してないですが、なぜ同じかというと、大手電力会社が値上げしたタイミングで軒並み電力会社が電気代を値上げしてますので、市場の取引価格が多少は安くなってますが、それ以上にね、金額の値上げをしているところがほとんどですので、基本的には去年と同じ、もしくは国の補助がなくなったら去年より高くなるという感じになってしまいます。燃料費調整単価と市場の取引価格だけ見ると、去年よりね、大きく安くなりそうなんですけど、実際には電気料金の値上げがね、入ってますので、そこまで大きくは安くなりません。去年の12月1月ほど高くはならないですが、去年の2月3月ぐらいの金額で12月以降は推移していきそうな感じです。では最後にまとめです。今回は2023年12月現在の電気代と、去年みたいに今年の冬も電気代が高くなるのかっていうことを解説いたしました。去年のピークほどね、電気代が高くなることは少なそうですが、電気料金の値上げもありましたので、去年の2月3月ぐらいの電気代で今年は推移していきそうな感じです。国の補助がね、4月まで続きますので、今年の冬はなんとか乗り切れそうかなっていう感じなんですけど、4月以降ですね、さらに電気代が高くなっていくのか、それともね、国の補助がこのままずっと続くのかっていうのは、今後ね、意識して見ていくところかなと思っております。少し先ですが、まだそういった情報が出ればね、発信していきたいと思います。はい、というわけでですね、今回の動画はこれで以上になります。今後も電気の情報であったり、電力会社の比較等もやっていきますので、この動画が参考になったよっていう方はですね、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。じゃあねー。